マントラジョリーは、フランス、イルドフランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。イブリーヌ圏北部に位置する。マントラジョリーを中心とする都市圏人口は、約9万人である。リメートの間にかかる古い橋中世後期から、マントの場所には、漁港があった。しかし地名はむしろ、ガロロマン語から派生したと考えられる。カロリング町後期には、 セーヌ川との往来を守るためこの地にモットアンド、ベイリーが建てられ、ベクサンノルマン地方との国境となった。これを核として都市が出来上がっていった。イルド・フランスとノルマンディの国境となる重要な水路と土地であるため、マントは初め商業や貿易の土地として現れた。そして軍事的要衝でもあった。 フランス領、ベクサン地方への報復戦を企てたノルマンディ公、ギオームは、この戦いの際、1087年にマントを襲って、甚大な被害を与えた。10世紀以降、モッドベイリー城に城が建った。ガンヌの塔と呼ばれた、要塞軍である。マントは侵入者に対する難攻不落の地であった。マントの丈夫さを証明するように、 カペー朝の王たちはマントに住んだ。1110年、ルイ6世はマントに町の地位を与えている。1223年、フィリップ・オーギュストはこの地で死去した。中世終わりには原始的な要塞群は補強され、広く広がった壁で覆われた。マントのノートルダム教会は、1150年に工事が始まり、1510年に完成した。 セーヌ川に面し、ノルマンディを見下ろすマントは、百年戦争では、イングランド王国やナバラ王カルロス二世が支配下に置いた。幾度も領主が変わったが、戦後平穏な時代を迎えた。ユグノー戦争では、カトリック同盟軍の支配下にあったが、やがて、ブルボン家のアンリが、本拠地を置き、パリ制圧まで陣を敷いていた。その後、 アンリ4世はマントを定期的に訪れては、愛称ガブリエル・デストレトの時間を過ごした。18世紀以降、近いベルサイユに人口が移る一方でマントは、衰退していった。1110年に与えられた特権の損失、位置の重要性が薄れたこと、町第一の主産業であったワイン販売の衰退といった事態が、王のマント形詞を招いた。1739年、 ルイ15世の命令で、マントの防衛設備は廃止された。セーヌ川の一角にあった、中世の村落は、次第に富裕層が暮らす邸宅にとって変わった。19世紀以降、町は西へ向かって拡大した。1843年には、パリルーアン間の鉄道が開通した。町には、新たな工場が設置された。第二次世界大戦はマントに傷を残した。 1944年8月、自由フランス軍の爆撃で450人以上が死亡した。1944年5月の爆撃は、さらにひどく、歴史的な街並みや橋を破壊した。戦後は、破壊された市の再生に取り組んだ。かつては、フランス社会党がマントで強かったが、1995年以降の市長はアンプ所属である。 ありがとうございます。